皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はザラで春服を購入してきたのでご紹介していこうと思います。最後まで動画を見ていていただけると嬉しいです。まず一つ目の商品がこちらのニットのトップスです。もう一目見てすごく可愛いなと思ったので、もう迷わずすぐ手に取りました。ノースリーブのトップスなんですけども、袖そして首元の部分がレースになっていたり、あと裾の部分もですね、こういった感じのフリルがついているとっても可愛らしいトップスです。お値段は3990円、サイズは M サイズを選びました。もともと丈が短いトップスっていう感じだったので、ジャストサイズの S ではなくM サイズを今回選びました。ノースリーブのトップスなので、春服というよりは夏服でも全然着れちゃうトップスになっているんですけども、首元が詰まっているので、こういった感じのネックレスをつけるのもすごく可愛いんじゃないかなっていう風に思っています。もう見ていただいた通り、本当に丈が短いので、合わせるとするならハイウエストのボトムスが、すごくこのトップスは活かせるんじゃないかなっていう風に思っています。あとはこういった感じのブラウス、シャツとかを着るっていう、インナーとして使うのも、首元がレースなのですごく可愛いかなと思っています。普段にこれ1枚でシンプルに着るんだったら、今はちょっと肌寒いので同系色の白のニットとかカーディガンとかを合わせるとすごく可愛いんじゃないかなと思っています。続いて2つ目の商品はデニムを購入しました。このデニムが本当に形が綺麗で、すごく気に入っているアイテムの一つでもあるんですけども、ストレートタイプのデニムですね。ボタンだったりこのステッチの感じの配色がすごく気に入っているんですけども、お値段4990円、サイズは32のサイズを選びました。でウエストは、ボタンの感じになってます。だいたい私はデニムをザラで購入するときは32か34を買うことが多いです。で本当に形見ていただいたようにすごく綺麗です。私だいたい自分の骨格的にフレアのデニムだったりワイド系のデニムの方がしっくりきたりすることが多いんですけども、このストレートのデニムは久しぶりに、あ、自分でもいけるっていう風に思いました。下がね、切りっぱなし、ダメージがかかってるのもすごく可愛いなと思っています。合わせ方はさっき着ていた、白のね、ノースリーブのニットのトップス、カーディガンの感じで上品に着こなしたり、あとはハイウエストですごく形が綺麗なのでトップスをインしたりするスタイル、ダボっとしたスウェットやニットよりはちょっとゆたっとした感じでボトムスにインをするのがすごく可愛いんじゃないかなと思っています。であとはシャツですね、もうスタイリッシュな感じでまとめるのがこのデニムはすごくいいんじゃないかなと思っているので、そういった感じでたくさん合わせていきたいです。動きやすさもかなりあるので、これは本当におすすめです。続いて3つ目はこちらのニットのベストを購入しました。ちょっと小さめコンパクトなデザインのニットのベストなんですけども、カラーがアイボリーですね。ホームページにはストーンと書いてあったんですけども、アイボリーのカラーを購入しました。サイズ S サイズのお値段3990円でした。ニットのベストは本当に最近特に出ているなっていう印象なんですけども、私も何着か持っていて、本当にね、こうコーデの幅が増えるのでかなり役立つアイテムなんですけども、大きめな感じのニットのベストっていうよりは、今着ているこのザラのニットベストみたいにちょっと小さめなデザインのものをずっと探していたらザラで見つけたのでね、今回購入しました。思い切って L サイズにした方がいいのかななんて思っていたんですけども、全然 S サイズで大きい感じのシャツとかでも重ね着することができるのでいいんじゃないかなと思っています。合わせ方に関してはもうシャツで合わせることがほとんどかなと思いますね。短めのさっきみたいにボトムスにインして着る感じもありだし、今着ているみたいに大きめのロングシャツワンピースに合わせるのもまたすごく印象が変わって、たくさんコーディネートも幅広がるし、こう目線が上に来るので低身長の方とかもすごいいいんじゃないかなと思う組み合わせです。続いてはザラで久しぶりにバッグを購入してみました。色合いにまず惹かれたんですけども、形もすごく可愛いです。お値段4990円でした。この持ち手の部分がすごく可愛くってデザイン性があるバッグなんですけども、開け閉めする部分は磁石のボタンになっています。ちゃんと斜め掛けできるようにショルダーの紐もついていました。中身も結構しっかり入るかなと思っていて、チャック式のポケットもついています。
。で、中に、今回私財布、ハンカチ、ティッシュ、メガネ、リップを何本か入れてみたんですけど、他にももっと入りそうだなっていう感じでした。で、ちなみにショルダーの紐なんですけども、一番長くしてこの感じの長さです。ちょっと、普通のショルダーのバッグと比べると短いかもしれないんですけど、私はこのぐらいで結構好きなので、そこは全然良かったかなと思っています。でも私は斜め掛けっていうよりは手に持って使うことの方が多くなるんじゃないかなっていうふうには思っています。春はね、こういうワンポイントになるようなカラーもののバッグとか持つのもありかなと思っています。続いてはこちらのボーダーのシンプルなトップスを購入してみました。色がネイビーとホワイトのボーダーになっているんですけども、素材がこうテロッとした感じの生地ではなく、リブっぽい感じっていうのかな、ちょっとワッフルっぽい感じもしたんですけども、割と素材は、なんかザラってテロッとしたものが多いんですけど、その中と比べるとしっかりしてるかなっていう印象はあります。で、名前の通りショートのトップスになるので、こちらもサイズは M サイズを選びました。ちょっと若干お腹が見えるんですけど、それも可愛いんじゃないかなと思って選びました。袖がね、ちょっと長めな感じなんですよ。そこがまたバランスがすごい好きなんですけども、合わせ方に関してはやっぱりハイウエスト系のボトムスが相性はいいんじゃないかなと思っています。このデニムはね、すごい相性いいと思いました。ちょっとお腹見せるのが抵抗ある方とかは、アウターとか着れば、でも本当にちょっとになるかなと思うので、そういう感じでも全然いいかなと思うし、サロペットとかもいいと思います。私はね、ジャケットとスラックスでかっこよく着たいなっていうのがこれ見た時に思ったので、今着ているみたいに、カラー物のね、これイエローのスラックスなんですけど、ネイビーとイエローの相性いいと思っているので、こういう合わせ方もありかなと思っています。そして一番最後がショートパンツを購入しました。こういうショートパンツずっと探していたらザラにあったのでね、今回購入したんですけど、お値段4990円で、サイズは XS サイズを選びました。ウエストの部分なんですけども、ボタンとフックになっています。私今回このパンツは店頭で購入したんですけども、カラーが私が今履いてるゴールデンブラウン、キャメルっぽい感じのカラーと、アイボリーのカラー2色があったんですけども、ホームページで見たら黒もあって、黒って絶対使えるので欲しいなと思ってるので、追加で購入しようか悩んでいます。着方としてはシンプルにロンティーとかダボっとしたスウェットとかで合わせたりするのがほとんどかなと思っているんですけども、個人的にこういう格好ですね、シャツにさっきのニットベスと合わせるのも可愛いかなって思ってるので、そういう合わせ方もいいんじゃないかなと思っています。こういうショートパンツはね、他にワンピースの下だったりスカートの下とかに履くこともできるので、1個持ってるとかなり便利かなと思います。はい、ということで以上6点をね、購入してきました。本当にすごく春服が可愛くって、特にデニムに関してはすごく形が綺麗なものに出会いました。今までザラでデニム買ったこともあって、どれも気に入ってはいたんですけども、ストレートのデニムであんなにこうフィットして、で丈感も全然問題ないっていうデニムは、久しぶりというかほぼ初めてに近いぐらいに出会えたので、あのお値段でね、手に入るのはすごく良かったなって思いました。で、また、このザラのデニムに関してはデニムコーデをやろうかなと思ってますので、そちらで他のコーデもご紹介します。で、他のアイテムも別の動画等でいろいろ組み合わせもご紹介できたらなと思います。ということで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではバイバイ。We can watch some TV, watch some Netflix if you want.